それでは。見やれ三成、あの破城槌を我らごと取り壊さねば気が済まぬらしい。恐れ多くも秀吉様より賜りしこの城をだと。門扉を閉じろ、からこもれ。はっ、御意に。何としてもなさねばならんのだ。急げ、門を閉じろ。こいつであの門をこじ開けてやりましょうぞ。状況開始。ついの制御は我ら工場部隊にお任せあれ。その門を三成様だと思って守れ。いや、それちょっと怖すぎだわ。左上槌発進。命に変えても通してみせます。中上槌出撃。強靭の目を恐れるな。右上槌突貫。軍師の策には気をつけないと。なだれ込んできた敵さんをサクッと包囲殲滅できたらいいんだけど。サバンを名乗る以上これ式の役目は果たさねば。アブトがなければ即死であった。いかんここで戦意を失うな。奴らの進軍を止めることができなかったとは。掴んだ未来もかけなきゃ離れていっちまう。さあ一発勝負だ。島左近入ります。あなたの体どんな感触でしょう。生病房は大きずのもとな。癒さねばなりませんね。最後に主が勝れば、それで我らの勝利を。神風ってのがあんだろ。それがあれよ。中央区画に敵の増援あり。まだです。左近隊抜刀。いつでも行けるこの。大事なもんを壊されんのってすっげーきついんよ。左近の名にかけてそちらさんの隙にはさせねえ。あなたが得意とするのはたわいない遊びの数々。ずっとやってみたいと心のどこかで願っていました。坊さんだろうが何だろうが楽しんだものガチっしょ。さーて、そんじゃご期待に応えて左右二つ入ります。賢人よ、主の先読みには恐れ入る。預かっていたこの兵らありがたく向かわせるとしよう。綺麗にスカンピンだ。何もかもすっちまった。よまあよかろう、我が引き受けてやるまでよ。半兵衛様の教えを胸にいざ整列突撃ってくるねえよな。私についてはこうもうできませんね。もはや一刻の猶予もない。急ぎ破城槌を無力化せねば。中上槌到達。左
シャワン目が睨んでおりまする。止めろこの城を、私のヨルベを突き崩すな。無常追節分憎いか三成、案じるな、我も同じよ。物のついでに教えてやろう、そちらの道が手薄よ手薄。逆津風とて切り伏せるのみだ、秀吉様のように。砂糖追配備完了。い、生き残れた。進め。騒がしきには引き取り願おう、我の療養にも響くゆえ。こ、工場部隊見事成し遂げました。ラチを開けました。さあ、お急ぎを。増兵でも良いではないか。我らこそ至高の増兵よ。天海様の下すご指示がいちいち的確すぎても。心し、この失態こそ豊臣の名を恥ずかしめると。これは恥じるばかり。主も見やれ、天外に咲くスミレ色の星を。我はな、あれが欲しくてたまらぬらしい。案ずるな、我らはずっと泣き別れよ。ただ主に礼をな。いや、やはりやめておく。何故にあの日主を止めなかった。主が動いておれば全ては変わったやもしれぬのだ。貴様の相手は私だ。行部など置いてこちらへ来い。三成、主はまこと、あの日より続く愚かしきよ。いつもの行部とは違う、そんな予感がする。なぜだ。私の全てを持って、あなたを満たして差し上げます。星など飽きるほどにあるとはどうにも思えぬでな。ただ常通りにこなす、それ以上も以下もなし。我が本当に求めたのは、強欲なる者どもめ、どこまで奪えば満足なんだ。小作な、先ほどよりもさらに固めたか。お任せください。工場部隊再始動。砂上大水激進、邪魔する奴ごと引き潰します。無常大水侵略、たとえ無慈悲とそしられようと。参りましょう。それがし音もつかませる。おかしいですね、勝ててしまいました。お主ならば我が主の皇帝にもふさわしかろうて。敵方にて名のある将はこうもあっさりと。
け、進め。これは戦場を完全に掌握している。安心なさい、気絶させただけです。城を持つべき頃合いよと、そうおっしゃってくださったのに、私は期待を裏切るのか。あの戦いをもっと近くで見ていたい。手傷の一つもなく、その男を撃てると思うな。してゆく。すでに許可はいただいている。英語に仕え続ける許可を。シーラの雲よ、火を隠せ。この心に刺す明るみよ、残らず射滅しろ。人の真を、城を、追憶をなぜ打ち壊した。私の何を恨むというんだ。怖いのです。大丈夫、私が見取ります。時よ、さかのぼれ。もう一度木漏れ日のようなあの日々に。信長公、ようやく答えを見つけられそうな気がします。そう、私は間もなく完成する。